パワーエレクトロニクス機器において小型化と高効率化は普遍的永遠のテーマです。コンバーターの小型化を達成するためには高周波化により受動素子のサイズを低減することが有効となります。しかし高周波化に伴いスイッチング損失が増加してしまうため、ソフトスイッチングを用いつつ高周波化を行う必要があります。高周波化による受動素子の小型化とソフトスイッチングを同時に実現可能な絶縁型コンバーターとして共振型コンバーターがよく用いられます。この動画では共振型コンバーター、特に直列共振型コンバーターの基礎について解説を行います。はい、この動画のポイントです。共振型コンバーターの一般的な概念について説明を行います。次に共振型コンバーターにおける共振周波数とスイッチング周波数の関係性について解説を行います。直列共振型コンバーターの具体的な動作解析を行い、解析結果に基づき直列共振型コンバーターの原因特性について説明を行います。共振型コンバーターの一般的な構成としてはこのような図で表すことができます。左側に直流電源 Vin があり、区形波電圧生成回路と接続されています。この区形波電圧生成回路でその名の通り区形波電圧を生成し、共振タンクを駆動します。その共振タンクでは制限波上の交流電流が生成され、その交流電流は高周波トランスを介して2次側の整流回路に入力されます。その整流回路では制限波上の交流電流が直流に変換され、負荷に対して直流電圧を供給するという形になります。この共振型コンバータにおける共振タンクとしては様々な共振回路を用いることができます。よく知られている共振タンクとしては直列共振、並列共振、直並列共振、LLC 共振が挙げられます。その中でも特に直列共振と LLC 共振は汎用的に用いられる方式です。共振タンクの種類によって入出力電圧比、原因特性は大きく異なります。この動画では直列共振型コンバーターに焦点を当て具体的に解説を行います。はい、具体的な直列共振型コンバーターの回路構成例となっています。ここのスライドでは区形波電圧生成回路としてはハーフブリッジの構成を用いています。高周波トランスの2次側回路における整流回路としてはフルブリッジ整流回路を用いています。1次側の区形波電圧生成回路と2次側の整流回路の間には高周波トランスが挿入されています。ここには共振コンデンサ CR と共振インダクタ LR が直列に接続されています。赤い破線で囲った部分がトランスに該当し、ここではトランスの漏洩インダクタンスを共振用インダクタとして用いた構成を示しています。ですが外付けインダクタンスを用いることも可能です。ソフトスイッチングの詳細な動作について理解をするためにはスイッチの出力容量 COSS についても考慮する必要がありますが、この動画では簡単のため出力容量 COSS は省略して考えます。詳しくは別の動画 LLC 共振型コンバーターの基礎のところで解説を行います。このスライドでは共振型コンバーターにおける共振周波数とスイッチング周波数の関係について解説を行います。直列共振型コンバーターにおける共振各周波数並びに共振周波数はこの式で与えることができます。共振各周波数オメガは 2πfr、 ここで fr は共振周波数です。オメガ0はルート lc 分の1となります。そして共振タンクの特性インピーダンス z0 はこの式で与えることができます。特性インピーダンスはオメガ0かけるインダクタンス、もしくはオメガ0に容量をかけたもの、これの逆数で表すことができます。一般的に共振型コンバーターでは共振周波数 fr とスイッチング周波数 fs の代償関係により動作モードが大きく異なります。ここでは具体的な例として直列共振型コンバーターにおいてスイッチング周波数 FS が共振周波数 FR よりも大きい場合の動作波形、そして右側にはスイッチング周波数が共振周波数よりも低い場合の動作波形をそれぞれ示しています。はい、詳細については以降で説明を行います。スイッチング周波数 FS が共振周波数 FR よりも高い領域で駆動することで直列共振タンクは誘導性のインピーダンスを示します。その反面スイッチング周波数を共振周波数よりも低く設定することで直列共振タンクは容量性インピーダンスを示します。一般的にスイッチング周波数が共振周波数よりも高くなる領域、すなわち直列共振タンクが誘導性インピーダンスを示す領域で動作させることによってソフトスイッチングを達成することができます。はい、ここからはスイッチング周波数が共振周波数よりも高い場合における直列共振型コンバーターの動作モードについて見ていきます。左側に動作モード、
右側には動作波形をそれぞれ示しています。まず、ハイサイドスイッチ QH がオンとなっている動作モード1においては、入力電源 Vin によって直列共振タンクが駆動されます。それによって、直列共振タンクの電流 ILR 並びにハイサイドスイッチの電流 IQH は、右の図に示すように、このように制限波状に変化をします。トランスの二次巻き線では、左上と右下のダイオードが導通することで、二次巻き線はこのように負荷と並列に接続された形となります。なので、モード1において二次巻き線電圧 VS は右の図を見ると、このように Vout と等しくなっています。この状態からハイサイドスイッチをオフにするとモード2へと移行します。ここでは簡単のため図示していませんが、ハイサイドスイッチをターンオフすると、この共振タンクのインダクタの電流によってハイサイドスイッチの出力容量 COSS が充電され、それによってハイサイドスイッチは ZVS でターンオフされます。このモード2においては直列共振タンクの電流はローサイドのボディダイオードを介して流れています。なのでこの直列共振タンクとトランスの一次巻き線、これらの直列接続はローサイドスイッチのボディダイオードを介して短絡されている形となります。これによりモード2において共振タンクの電流ILR はこのように低下を始めます。ローサイドスイッチのボディダイオードが導通している期間中に右の波形図に示すようにローサイドスイッチのゲートソース信号 VGSL を与えます。それにより動作はモード3へと移行します。ボディダイオードが導通している期間、すなわちローサイドスイッチの電圧が0の期間中にこのローサイドスイッチのチャンネルはターンオンされるため、このローサイドスイッチ QL は ZVS でターンオンされることになります。共振タンクの電流がローサイドスイッチのチャンネルを介して流れるということ以外に関しては、電流経路についてはモード3はモード2と等価です。共振タンクの電流が正から負の向きへと反転すると動作はモード4へと移行します。モード4ではこのように共振タンクがエネルギー源となり、このようにローサイドスイッチに向かって電流を流します。トランスの二次巻き線においてはこのように右上と左下のダイオードが導通するため、トランスの二次巻き線は出力電圧と、このような極性で並列接続されることになります。よって二次巻き線電圧 VS は右の波形図を見るとこのようにマイナス Vout となります。モード4において導通しているローサイドスイッチをターンオフすることで、次のモード5へと移行します。ここでは簡単のため図示はしていませんが、ターンオフするとこの共振タンクを流れていた電流がローサイドスイッチの出力容量を充電します。それによりローサイドスイッチは ZVS でターンオフが行われます。このモード5においてはハイサイドスイッチのボディダイオードを介して共振タンクの電流が電源に向かって流れます。トランスの二次巻き線における電流経路については先ほどのモード4と同一です。このモード5においてはハイサイドスイッチのボディダイオードが導通しているためハイサイドスイッチの電圧 VQH は右の波形図を見るとこのように 0V となっています。ハイサイドスイッチのボディダイオードが導通し、スイッチの電圧が0の期間中にハイサイドスイッチのゲートソース信号である VGSH を与えます。これによってハイサイドスイッチを 0V でターンオンします。それにより動作はモード6へと移行します。モード5とモード6の唯一の違いは、この共振タンクの電流が MOSFET のチャンネルを経由して流れているかどうかにあります。電流経路についてはモード6とモード5は等価です。先ほどのスライドまでは直列共振型コンバーターの動作モードについて具体的な説明を行ってきました。ここでは基本波近似による解析を行います。基本波近似とは直列共振型コンバーターのスイッチング周波数と共振周波数が等しいと仮定して行う近似的解析手法のことです。動作波形のところでも説明したように直列共振コンバーターにおけるこの直列共振タンクは区形波電圧生成回路が生成する区形波電圧によって駆動されます。このハーフブリッジ回路において生成される区形波電圧はローサイドスイッチスイッチの電圧 VQL に相当し、その区形波電圧のピークトゥーピーク電圧は図示するように Vin で表すことができます。このピークトゥーピーク電圧 Vin の区形波電圧をフーリエ級数に基づいて制限波状に変換すると、このようなものになります。この制限波電圧の振幅は π 分の 2×Vin で表すことができます。直列共振タンクは区形波電圧生成回路によって駆動され制限波状の電流を生成します。この制限波の電流の振幅を IMLR と仮定します。振幅 IMLR の制限波状の電流は高周波トランスを介して二次側へと伝送され、この整流回路によって整流されます。整流回路によって整流された後の電流波形はこのような全波整流型の波形となります。
ピーク値は先ほどの IMLR にトランスの巻き線比 N をかけたものとなります。この整流後の平均電流が負荷に供給される電流 Iout と等しくなるため、この全波整流波形を積分して平均を取ることによって出力電流 Iout を表すことができます。またトランス二次巻き線はこのダイオードを介して出力電圧 Vout と接続されるため、先ほどの動作波形のスライドでも説明しましたように、トランス二次巻き線の電圧はこのように振幅が Vout の区形波電圧で表すことができます。振幅 Vout の区形波電圧はフーリエ級数を用いてこのように振幅が 4×Vout の制限波状の電圧に変換することができます。一次巻き線電圧の振幅 VMP は、二次巻き線電圧の振幅 VMS に N をかけたもの、すなわち 4×N×Vout と表すことができます。ここでトランス一次巻き線以降の回路を透過抵抗で表すことを考えます。トランス一次巻き線電圧並びに電流の振幅 VMP と IMLR は先ほど得られた2つの式にそれぞれ含まれています。これら2つの式を変形しこの透過抵抗の式に当てはめることでこの透過抵抗 REQ の値をこのように求めることができます。トランス一次巻き線以降の回路を透過抵抗で表すと π 次乗分の 8×N 次乗 ×負荷抵抗 RL、 これで表すことができます。このように透過抵抗を用いることで直列共振型コンバーターはこのような透過回路に変換することができます。ここで左側にある交流電源は区形波電圧生成回路の生成する交流電圧に相当します。 Z は直列共振タンクのインピーダンス、右側の抵抗 RQ は先ほど求めた透過抵抗に相当します、はい、ここでは先ほど導出した透過回路を用いて直列共振型コンバーターのゲイン特性を導出します。直列共振タンクのインピーダンス Z と透過抵抗 REQ の合成インピーダンス Z トータルを求めます。 REQ たす Z、 これを抵抗成分とリアクタンス成分に分解しまとめるとこのような形式で表すことができます。ここで QL という関数が登場していますが、これは共振の鋭さを表すものであり、このような式で定義されます。直列共振型コンバーターのゲイン、すなわち入力電圧と出力電圧の比は、先ほど求めた合成インピーダンスと透過抵抗 REQ の比、それにトランスの巻き線比を反映したもの、これらを用いてゲイン特性をこのような式で表すことができます、はい、先ほどのスライドで得られた式を用いてゲイン特性の周波数依存性を表したのがこの右側のグラフになります。横軸がスイッチング各周波数と共振各周波数の比であるオメガ0分のオメガ、縦軸はゲインとなっています。ゲイン特性の式に共振の鋭さ QL が含まれていることから、ここでは QL の値を 0.1 から10の値で変化させた場合のゲイン特性を示しています。ここで共振の鋭さ QL の中身を見るとこのように R 分の Z で表されています。すなわち R の値が小さくなる重負荷の領域では QL の値は大きくなり、 R の値が大きくなる軽負荷では QL の値は小さくなるということを意味しています。スイッチング各周波数オメガと共振各周波数オメガ0が等しくなるところで直列共振タンクのインピーダンスは0となるため、オメガ0分のオメガが1の時は QL の値に依存せず、ゲインは常に1となっています。オメガ0分のオメガが1から離れるにつれて直列共振タンクのインピーダンスが大きくなり、その電圧効果も大きくなるためゲインは低下します。またこの特性を見ると重負荷すなわち QL の値が大きくなるほどゲインは低下していることがわかります。ある直列共振型コンバーターにおいて負荷が変化し QL の値が 0.5 から10まで変化した際においてもゲインを 0.8 に維持したい場合、このグラフから読み取るとオメガ0分のオメガの値を 1.08 から 1.42 の範囲で変化させることで負荷の変動の際においてもゲイン特性を常に 0.8 に維持することができるということがわかります、はい、最後にスイッチング周波数が共振周波数よりも低い場合における動作モードについても解説を行っておきます。動作モードとしては右の波形図に示すように合計6つありますが、ここでは簡単のために4つ分のモードについてのみ説明を行います。左側の動作モードの図においてはトランス一次巻き線以降の回路はこのように透過抵抗 REQ で置き換えています。またハードスイッチングとなる理由について説明するために MOSFET の出力容量 COSS を描いています。まずハイサイドスイッチを介して共振タンクに電流が流れているモード1においてですが、このように入力電源 Vin からハイサイドスイッチを介して共振タンクに向かって
このように制限波状の電流が流れています。この共振タンクの制限波状の電流の極性が正から負に反転すると動作はモード2へと移行します。このモード2とモード1の唯一の違いは電流の極性であり、電流経路自体は全く同じです。モード2においてハイサイドスイッチはこのようにソースからドレイン方向に向かって電流が流れています。ここでハイサイドスイッチのゲートソース信号である VGSH を立ち下げることでハイサイドスイッチをターンオフします。ターンオフ直前においてこのハイサイドスイッチにはソースからドレイン方向に電流が流れているため、ハイサイドスイッチをターンオフするとこのようにボディダイオードを介して電流が流れ始めます。このスイッチングの前後においてハイサイドスイッチの電圧 VQH を見ると、右の波形図に示すようにスイッチングの前後いずれにおいても電圧は0となっています。すなわちこのハイサイドスイッチは ZVS でターンオフされるということを意味しています。続いて右の波形図に示すようにローサイドスイッチのゲートソース信号である VGSL を与えてローサイドスイッチをターンオンします。この時ローサイドスイッチがターンオンされるとともにハイサイドスイッチの出力容量を介して入力電源 Vin がこのような経路で瞬時的に短絡されることになります。同時にローサイドスイッチの出力容量がこのようにローサイドスイッチのチャンネルを介して放電することになるため、ローサイドスイッチには瞬時的に大きな電流が流れます。このローサイドスイッチのタイミングを見ると、このように電圧 VQL と電流 IQL が重なり合った状態となるため、ここでスイッチング損失が発生します。このように共振周波数よりもスイッチング周波数を低く設定するとデッドタイム期間中に出力容量 COSS の重放電が行われず、結果的にハードスイッチングとなってしまいます。最後まとめです。共振型コンバーターは矩形波電圧生成回路、共振タンク、高周波トランス、整流回路により構成されます。で、共振型コンバーターでは矩形波電圧生成回路を用いて共振タンクを駆動し制限波電流を生成します。直列共振型コンバーターでは共振周波数 FR よりも高いスイッチング周波数 FS で動作をさせます。そして共振型コンバーターではスイッチング周波数と共振周波数が等しいと仮定して基本波近似を用いて動作解析を行います。スイッチング周波数が共振周波数から離れるにつれて直列共振タンクのインピーダンスは増加するため、直列共振型コンバーターのゲインは低下します。